触らないでよ。だから誤解だって。ありえない。部屋まで入ってるんですか。確かにあの時隣は私です。和也君の隣は譲れません。お好きに。5分だけ和也さんと話をさせて。嫌です。俺からも頼むよ。和也君のお願いなら。いらよくわかんねえよ。誰かに好きなんて言われたの初めてで、そりゃ男として可愛いとは思うけど。これで言うこと聞いちゃったら今後も言いなりよ。ここは大人として毅然と対処するべきだわ。脅して付き合わせるなんて本当に好きなのかどうか怪しいものよ。恋人に必要な絶対的要素は恋心でしょ。クリ君に本当のことを話す。ああ、今ならあいつも互いの秘密として黙ってくれるはず。同じ大学だって気づいてるやついねえし。確かにそうだけど。クリに会ってくる。今から。あ、クリはバレてんのに俺だけ秘密ってのもフェアじゃねえなって思ってたんだ。二人で飲み行って廉価のトークでもしたらきっと大盛り上がりだって。付き合ったってこの悪夢が終わるとは限らねえ。何してるんですか。え、あ、逃げようとしてたんですか。ひどい。千鶴さんにはわからないんです。え、私がどんだけ和也君を探してたかなんてわからないんです。あっ。